ダウンタウンのガキの使いやあらへんで。に出演した高原智美さん。小室哲哉さんとの過去をぶっちゃけ、視聴者からは賛否両論の意見が寄せられています。今年、デビュー20周年の歌手、高原智美41。1995年に CD デビューを果たし、数々の大ヒット曲を送り出し、一世を風靡した。一時期活動を休止していたが、2012年に活動再開した。かつては小室哲哉と交際し、とてもラブラブだった。1994年、当時出演していた深夜番組がきっかけで、音楽プロデューサーの小室哲哉と出会い、交際が始まる。小室との仲は、デビュー前に週刊誌に書かれたことをきっかけに、当初からオープンにされていた。小室と交際している間は、ヒット曲も、連発でとにかく絶好調だった。しかし、破局後は精神的にもボロボロになってしまった。華原は、小室との破局後に精神的に病み、仕事も、ままならず、一度は所属事務所を解雇されたことでも知られている。小室との破局で、自殺未遂、激太り、薬物依存に陥り、歌手生命を奪われたばかりか、人間としても終わりを迎えるほどの人生を歩まされた。しかし、二人は近年共演を果たし、今年は、新曲で、16年ぶりにタッグを組んだ。復帰後は、音楽番組への出演やライブなど順調に活動し、元恋人で、音楽プロデューサーの小室哲哉との共演も果たすなど、第二の芸能人生を歩み始めている。二人は、13年の FNS 歌謡祭、フジテレビ系などで共演。5月には、かつての恋人であり、プロデューサーであった小室哲哉とのタッグを約16年ぶりに復活させたシングル、始まりの歌が聞こえるをリリース。そんな彼女が、一日放送のガキの使いに出演。華原朋美41が、一日放送の日本テレビ、ダウンタウンのガキの使いやあらへんで、日曜後 11.25 にゲスト出演。この日、第1回、チキチキ、華原朋美完全プロデュース、私のすべてを知ってほしいの、ハートカルタ争奪戦の企画にゲスト出演した華原。かつての恋人である、音楽プロデューサー、小室哲哉とのエピソードを語った。小室哲哉との破局時のエピソードをぶっちゃけた。番組中盤、華原が読んだ札は、あの人と離れて、すべてが変わった。小室と破局した際、どちらからも、別れようとの言葉はなく、小室が急に消えましたと、まさに晴天の霹靂だったそうだ。すると、華原と浜田雅功が、顔を見合わせて笑い、浜田は、当時収録後に、華原が、楽屋を訪ねてきて、家に帰ってこないんです。浜田さんなんとかしてくださいと泣きつかれたことを明かした。番組に対し、視聴者からは、面白かった。との声が多く上がった。ガキの使い、面白すぎる、かっこ、笑いともちゃん何でもありだな、かっこ、笑い。ガキの使いの華原朋美かるた、すごい面白かったな。遠峰ありさ時代はツッコミキャラ。小室に拾われ、よしかった。そこからともちゃんキャラを演じてた。悪い男が好きになり、付き合った男はすぐに逮捕される。ぶっちゃけるな。華原朋美の振り切れ方がすごいな。ともちゃん、面白い。可愛くてぶっちゃ、けキャラ、ちょっと痛いけど好きだわ。頑張れ、華原朋美。一方で、ぶっちゃ、けすぎに嫌悪感を示す人も。昔ともちゃん好きだったけど、昨日のカルタは、なあ、最近のキャラはああなんだ。華原朋美ってこんなキャラだったっけ？なんか好感な。ともちゃん、話して楽しい。自分捨てた彼氏のぶっちゃけ話。復讐？何年経ってんの？笑うけど、気持ちは良くないや。恋愛絶頂期の素敵な曲がだんだんくすんでいくよ。という声が上がっていました。